いやー、ケナトロこの辺いるのかな。あいつなんか今日友達とピクニック行くから弁当作ってってお願いしてきたけど、あいつリビングに忘れていきやがって。まあいや、確かこの辺でピクニックしてるらしいけど、にしてもピクニックに持っていく量じゃなくない？この量クラスのみんなで行くのかなこれ。あ、声聞こえる。え、ケナトロ？あ、いていていて、なんか咲いてる。何咲いてる？あれ、ケナトロ？デブ太郎、お前弁当忘れたってどういうことだよ、デブ太郎。俺たちの弁当作ってこいって言っただろ、このデブが。痩せてるイケメンの俺がお前みたいなデブと遊んでやってるんだから、俺の言うことくらい聞けよな、このデブデブ。デブごめんでは、デブデブ言わないでよ。おお、ちょっとちょっと、お前ら何してんだよ。最悪、デブ太郎の兄ちゃんじゃねえか。うわ、めんどくさいことになる前に逃げようっと。おお、ちょちょ、待て、逃げられたけど大丈夫だった？ごめんお兄ちゃん、俺お弁当忘れてきちゃったみたいだね。いや、もうそんなんどうでもいいよ。え、まさかお前学校の友達にいじめられてんの？なんか前までは普通に友達だったんだけど、最近俺がデブになっちゃったせいで仲良くしてくれなくなってさ、みんな多分デブが嫌いなのかな。そうなのかな。ね、でも俺でか、太ってるよ。結構太ってる。お尻でか。お尻。それで吹っ飛ばされそうなんだけど。てか、ダイエットしてデブじゃなくなったら、あいつらの態度も元に戻るかもよ。多分ね。だってデブになった瞬間あんな態度取られたから、多分そうだと思うよ。よし、じゃあケナ太郎、ダイエットしよう。俺がトレーナーやってあげるから、二人三脚でもあの友達を見返してやろうぜ。それにダイエットに成功したら、リーちゃんとか他の女の子ももうメロメロになっちゃってモテちゃうよ。俺ガーリオくんとまた遊びたいしダイエットするよ。女の子にはモテるから一石二鳥じゃん。二人三脚ってことはこれ、おんぶしてくれるの？二人三脚。違う、俺がもう、でかい、潰れる。俺がね、もう厳しく指導するから。まず決まりやろうぜ。はい、ということでデブでいじめられてるケナ太郎を救うために2人でダイエットをすることになりました。皆さんチャンネル登録高評価して、このすんごい肉団子みたいな体型のケナ太郎を応援してください。よーし、グラウンドに着いたぞケナ太郎。あ、いたあれケナ太郎、早く何してんの？おっそ、おー、悪いか。いやー、痩せたダイエット完了だね。よし、ハンバーガー食べに行こっか。よしこいつグラウンドクールドで精一杯やん。だってお兄ちゃんが走るの早いからさ。嘘でしょ、そんなに急いでなかったと思うんだけど。待って、ケナ太郎、ちょっと全力で走ってみて。今こっから本気で走っていいの？いいよ。お願い。遅すぎだって。Oh my god! I am hamburger boy! I am hamburger boy! 何言ってんだよ。ほら、ダイエットするぞ。まずはサッカーするぞ。サッカーね、たくさん走ってもらうから。いやでもね、サッカー俺大好きだからいくらでもできるよ。お、じゃあまずはパスからする？ウォーミングアップで。そう、ここにあるボールをね、このキックっていうアイテムで蹴れるから。よし、ケナ太郎蹴ってみて、こっちに。サッカーの靴を腕にはめるの俺たち。そうだね、このサッカーのシューズで殴るから。うわー、ナイスパス、いいね。うい、頑張れ。うわー、オッケー。じゃあケナ太郎ぶっ飛ばすぞ。おらー、よし、取ってこい。はい、こっち、こっち、早く。よいしょ。キック力弱い。おい、あー、いけた。ごめん、ケナ太郎。頑張れ。もう、あとちょっと。重たそうだな、あのお尻。
あ、で、どっちけてんの？どっちけてんの？あれ、なんかケンタロウ動かなくなったんだけど。おい、ちょ、どうしたケンタロウ？もうバテたの？ケンタロウ？ケンタロウさん？ん？飲み物ちょうだい。あ、飲み物。早いな。まあ、確かにそうだそうだ。水分取らなきゃね。よいしょ。これかな？ケナ太郎の水筒。あった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 。でも待って、ん？なんか、色おかしくない？これ。あれ、ケナ太郎？これ本当に水？当たり前じゃん。それが水じゃなかったとしてもさ、なんか飲み物飲まないと倒れちゃうでしょ？いや、それはそうだけど、じゃあ飲んだ方がいいかもね。はい。いただきまーす。ごっ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 。どうぞ。なに？辛い？6辛にしただけあるぜ。6辛？何のこと言ってんの？あ、いいから俺じゃ、じゃあのバッグから、バッグから早く取ってきて。いつものライス。ライス？ライス特盛り持ってきて。どういうこと、どういうこと？待って、ライス特盛り。ケンタロウ今飲んだの本当に飲み物か？うん、だってカレーは飲み物でしょ。お、ちょ、お前何やってんの？カレーは飲み物。カレーは飲み物ってデブの合言葉じゃん。お前ほんとに痩せる気ないな。もうもっと厳しくするからな。そんなー。よーし、じゃあパス練習もしたことだし、次は俺と試合しようケナ太郎。試合？うん。じゃあ俺から得点取れたらケナ太郎の勝ちで、逆に俺が点取ったらケナ太郎はね、取られた点数分だけ運動してもらうから。マジか。でもお兄ちゃんより俺の方がサッカー上手いしな。負けるの考えられない、いくら俺が出るとはいえ。いいよ、やるか。勝ったらなんか好きなもん食べさせてあげるよ。スタート！スタート！じゃあ、来て来て来て。おお、頑張れ頑張れ。やばいやばいやばい。よしよし、行け行け、こっち行こう。おい、行くぞ行くぞ行くぞ。ほら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 。なんで？おそうそうそう。デブちゃん、デブデブジャンプ。あ、ケントついてきてる。なんで？よし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 。よし、やばい、体でか、体だけはでかい。あ、やばい、ケナ太郎、ケナ太郎。ケナ太郎もキックしちゃったよ。いや、頑張ったね。ってか、あれ、ん？あれ？ケナ太郎なんか、小さくなった？潰れた？なんか寄せた気がするんだけど。え、本当？この調子で頑張れば俺もすぐ元の姿に戻れるかな。まあ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 、きっと大丈夫でしょう。よし、じゃあケンタ、そこからね、一周頑張って、俺ゲームでもして待ってるから。ちゃんと見ててよ。はいはいはい、じゃあ行くよ。よーい、スタート。かわいいな、なんかかわいいな。ほいしょ、はい、ほいしょ、頑張って。ほいしょよーし、ちょっとこれでケンタロ待ちますか。お兄ちゃん、お兄ちゃん終わったよ。お兄ちゃん、あー、ごめんごめん、気づいたら寝てたみたい。あー、え、でも夜じゃん。もうどんだけ長いこと走ってたんだよって。あれ、ケア太郎？ケア太郎？上にいるよ。やっと走り切ったんだよね。いやー、マジでいろんなことがあったよ。よいしょ。でかっ、でかっ。お待たせ。なんか、お前、また太ってない？てか、なんだよ、いろんなことって。まずだって、スタートするじゃん、ここ走ってたじゃん、途中まで。うん。あの後、一周ぐるーって走って、うん、あそこのゲートから外に出て。え、なんで出てるん？もっと走ろうかなと思って。あ、で、そしたらいい匂いがする場所があったから、ラーメン屋さん入って。え、ラーメン大盛り餃子セット行って。え、で、コンビニでピノ20個食べて。おいおいおい、帰りにまた同じラーメンで餃子定食食べて帰ってきた。ほら、アメちゃんあげるよ、1個。でかでか、仕方ないよ。お前、待って、痩せる気あんの？あるでしょ。ちゃんと走り切ったんだよ、俺、褒めてよ。いやいや、でも後半食べてしかなかったけど。もうこんなんじゃ一生痩せないぞ、もう。逆に大きくなってるし。いやいや、お兄ちゃん、ダイエットっていうのは継続だよ、継続。まあそうだ。そんな1日で痩せるもんなんじゃないんだから。明日からまた頑張ろう。まあいいや、じゃあ明日もビシバシ行くからな。いやいやいや、大好きなんだよね、あのラーメンでしょ。よーし、ダイエット2日目頑張るぞ。にしてもケナ太郎のやつ遅いな。あいつ逃げたか。ごめんごめん、遅くなったよ。あー、よかったよかった、ちゃんと来たみたいだけど。ちょっとはちっちゃくなったね。いや
腹が。やっぱ俺デブだから歩くの遅くてさ、ちょっと時間も変だわ。15分で着く道が40分かかっちゃった。かかりすぎだろ。それじゃあ今日は昨日と比べてもっとね厳しい指導してくから、ちょっとついてきて。厳しい指導、今日何すんの？まあまあこっちこっち。よーし、着いたプール。ここここここ。うわー、なんかプールって言ってもなんかめっちゃアスレチックみたいなやつ見えるんだけど。これね、今回プールの上でケナトロにはアスレチックしてもらうから。プールだけでもしんどいのに。で、もしね、そのアスレチック落ちたら、あの、ケンタロウ泳いで戻ってきてもらうから。泳ぐの苦手なんだけど、俺デブだからもう腕が回らないし。あの、いろんなところにね、アイテムあるから、それを集めてきて、ケンタロウ。アイテム？あー、あのチェストに入ってるアイテムとかってこと？そう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 。あー、分かった。行ってくればいいの？そうそう、いつもみたいに落下して死なないから、大丈夫よ。そっか、じゃあ落下しても全然いいんだね。落ちてもいいのか。まあ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 、それはね、プールに入ったらわかるから。え、どういうこと？ね、全然いいよ。気になるならちょっと入ってみたら。え、まあ泳げないけど、俺今脂肪の浮き輪があるからね。脂肪の浮き輪。あ、熱いからピャーン。わあ、わあ、気持ちいい。ね、なにこれが。そうね、はいはいはい、来た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 。あ、浮いてきた。浮いてきた、キナタロウが。そう、このプールにいるとね、あの下にいる化け物にね、食われるから。落ちたらね、全力で泳いで戻ってこなきゃいけないから。頑張ってね、キナタロウ。じゃあ、絶対落ちないようにしないと。頑張れ、キナタロウ。あれ、これどっち行けばいいの？こっち？な、こっちか、こっち何？サメ？まあ、サメみたいなやつだよ。適当だな！うわぁ！おぉ、危ない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 。頑張れ。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。合ってる道これ。合ってる合ってる合ってる。そう、あ、すごい、昨日運動した成果出てるんじゃない。そっちはいけないな。どっちこれ。こっちか。そっちそっち。あ、惜しい惜しい惜しい。さあ、痩せろ痩せろ。全部には難しいよ。ほら、あー、うまいうまいうまい。そう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 。で、黄色のところ、あそこにジャンプでピョーンか。こら、おお、すごい、やるじゃん。これいわゆる動けるデブなんじゃない？いや、でも最後難しいからね、そこ。キャーピャーン。おお、いった。あ、やっぱつけてた。激痩せ薬、もっと激痩せ薬ゲットした。はい、激痩せ薬プレゼントです。じゃあ、運動もしたしね、もうそれ使ってもらって。もう一個あるけど。あ、そうだ、もう一個もあるからね。これもこうやって普通にいけばいいのか。もう、キャトル、やっぱ運動神経はあるね。まあね、動き、え、なんだこれ。上に道があるのか。透明な道があるから。そう、すごい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 。動けるデブだ。この透明の道を分かるとは。あれ、これはどうやって行くんだ。まあ、ケアだろう、よく考えてみて、さっきのあれを。こっちになぜブロックが1個あるか。手前に、手前に。そして、その先を見ると、そう、このね、下のやつ見たらわかるよ。そういうことか。そういうことか。そう。そう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 。そう。動けるデブだね。あ、そこ違います。なかったなかった。そこは違います。そっちの方じゃないです。あ、やっと着いた。よいしょ。激安薬エントリーゲット。おお、ケナタロ、飲んでいいよ。やっとクリアだ。飲みます。飲んで飲んで。A と B ね。うわー、気になったろ。自分の体見てみなよ。めちゃくちゃ痩せたじゃん。やったー、イエーイ。すごいよ、よく頑張ったね。これでガリオくんともまた友達になれるんじゃないかな。行ってきなよ。確かに、よし、これにガリオくん呼び出してくれ。いいね。待ってろ、ガリオ。バカバカにしてやるぜ。なんでボコボコに。どうしよう、お兄ちゃん、俺緊張してきたよ。またいじめられたりしないかな。大丈夫大丈夫、自信持って。今のケナタロウなら絶対大丈夫だから。あー、緊張してお腹空いてきた。ちょっとサラダチキン食べてもいい？おお、なんか思考まで痩せてるじゃん。サラダチキンいいね、ヘルシーで。おい、こんなところに呼び出しなんだよ、ケナタロウ。
またいじめられたいのか、おい。あ、お前ケナ太郎のお兄ちゃんじゃねえか。どこ行ったんだよ、あのデブ太郎はよ。あー、ガリオくん、あれ、俺の弟さ、君と仲良くなるためにダイエット頑張ったんだよ。あ、ダイエットって、この、まさかこの隣の青いの、デブ太郎なのか。そうだよ、俺、頑張ったんだダイエット、見てよ。すげえな、こんなに痩せて、顔もかっこよくなってんじゃねえか。おお、でしょ、めっちゃ変わったんだよね、ケナ太郎。いや、お前すげえよ、本当に。実はさ、俺も昔太ってて、ダイエットしてここまで痩せたんだよな。そうなの？なんか、前見てると昔の自分を見てるみたいで嫌な気持ちになっちゃってよ。バカにしちゃったんだよな。なるほどね、そういうことがあったのか。だからダイエット大変だっていうのはめちゃくちゃわかる。だからケナ太郎、ダイエットに成功したお前は本当にすげえやつだよ。今までバカにして悪かったな。じゃあこれからも一緒に遊んでくれる？もちろん。今からさ、この前のピクニックの続き3人でしようぜ。うん、お兄ちゃんもくれ。え、いいの？やっぱ今日は2人で遊んできていい？いいよ、2人で。やった、行こうガリオくん。じゃあお兄ちゃん楽しんでくるからね。はい、いやー、無事仲直りもできたみたいだし、一件落着だね。みんなも食べ過ぎには注意しましょう。それじゃあ、バイバーイ。